こんにちは、やすです。えー、6月9日ね、えー、8日の米国市場を振り返っていこうと思います。えー、ウォールストリートベッド、WSB 踊る、えー、CLOV ね、えー、プラス85%というね、まあ、異次元なことが起きてます。まあ、ただね、対局は様子見相場なので、まあ、動くのはね、U4MC 前後かなという話で、まあ、ちょっと最近引き続きね、あんまし、 動きのないニュースになっておりますが、まあ、引き続き、ね、見ていただいてよけれ、よろしければ、ね、チャンネル登録、いいねしていただけると嬉しいです。えー、初めての方、自己紹介ですけども、もともとエンジニアしてまして、その後ねゲームが、アメリカのゲーム会社データアナリストとして、今、米国の投資事業をしてます。Twitter、y a s l a b 2だってますので、ね、こちらも合わせてよろしくお願いします、まああの。投資は自己責任で、今日の動画が、ね、皆様参考になれば幸いです。というわけで、今日のニュースね、 まあ、あのー、簡単に追っていきます。今日はそんなにニュースないんでね。まあ、ちょっとさっとやっていこうかなと思うんですけども。あの、まあ、ダウがマイナス0.09、S&P がプラス0.02、ラッセル、あ、まなナスダックがプラス0.31、ラッセルが1%っていう感じで、ま、指数横ばいなんですよね、基本的には。うん、基本的には横ばい。で、出来たもそんな高くないので、まあ、対局的にはもう本当に CPI、FOMC に向けて様子見ですって感じです。うん。 あの一部ではね、もちろんいろんな銘柄がとかあるんですけども、そのほんと一部であって、対局的には完全に様子見が継続してますので、まあ、ほとんどのね、あの、機関投資家っていうのはね、休むっていうことをね、選択してるっていう感じになると思います。ただ、まあ、ちょっと若干ね、ビックスとか上がってきているので、まあ少しね、あのー、なんていうのかな。 月曜日とかに比べれば、金曜日とかに比べれば、少し警戒度が上がってきたかなという感じはしますよね。はい。まあ、今日のこの S&P を見てもまばらですね。上がってたり下がってたりっていう感じで、特に動きがないかなっていう感じです。えー、っと、でき高もね、999、そんな高くないですからね。そんなあの真剣に動いてる感じはしませんが、まあ、ただまあ、 2月の、ね、高値付近、2月じゃないか、4月の高値付近まで来たこと自体はね、いいかなというふうに思ってます。VOO もね、ずーっと高値付近でもみもみしてますね。出来高も本当、全然高くないので、まあ今、ここで様子を見てるっていう感じですかね。まあ、S&P もね、だいぶ割高なので、もうそんなにね、ここから上、ポンポンポンってことはないと思います。これはね、1、2週間前ぐらいにね、もう上がんないよっていうお話をしたと思うんですけど、ポンポンポンってことはないと思います。ただまあ、 あの、ナスダックとね、あのー、S&P はね、もうちょっと上がっていくかなと思いますけどね、ダウ,ダウ関連はそこまで上がっていかないんじゃないかなという予想をしてます。で、あのー、今日小型株が上がってるから、じゃあそのハイテクハイグロいいんですかって話になるんですけど、ARKW がそんなに動いてないんですよね。まあこれはあのー、結構そのメジャーどころのキラキラ、あのー、テック企業を集めた ETF になると思うんですけども、そんなにね、あのー、ここが動いてないので、 ハイグロも全体感としては様子見というか、まあ割と低いまんまが継続してるっていう感じにはなるかなっていう感じですね。うん、ただまあ WCLD、まあサーズの方が若干やっぱ調子がいいなと思うので、やっぱ引き続き今後7月10月にかけてね、あの、まあドキュサインがあんだけ上がったように、 やっぱり、ね、s a ズ s っていうのがやっぱ注目なんじゃないかなと思います。うん、s a ー s がハイグロの中で一番過去上がってなかったので、やっぱ見ていくなら s a ズ s になるんだろうなっていう感じがします。うん、ね、いいですよね。うん、いいと思う、うん。ここは超えてないけど、この辺より高いっていうのはね、やっぱそんなに広く売り込まれてないってことなんでね、s a ズ s はいいと思います。 あとね、注意しなきゃいけないのは、コモディティがね、高値を取ってきているのでね、これは気をつけた方がいいと思います。CPI を前にして、やっぱインフレっていうのは引き続き続いているのでね、うん。これは気をつけた方がいいとは思います。うん。なんかこの数字が上がってていいことは別にないと思うので、うん。この辺はちょっと気になるなという感じはしますね。 まあ、踊るミーム株っていうことで、今日はクローバーヘルスインベスメント、ね、まあ、聞いたこともない会社ですけどもね、が、も、ま、う、あ、プラス85%、あと、ウェンディーズがプラス25%っていう感じで、まあ、基本的にはね、あの、ウォールストリートベッド、まあ、1月末にあったやつですね、あのー、レディットで、あのー、空売りが溜まってる銘柄をターゲットにして、もう、どん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 買いを入れていくことによって、ヘッジファンドが、 あのショートを解消することによって買い上げるというその株価高を狙うショートスクイーズです、ね、を、あのー、やっぱ金曜日ぐらいから計画的に狙っている AMC から始まりブラックベリー、で今日はこのクローバーヘルス。 で、あの、ウェンディーズも狙われてっていう感じで、基本的に、あの、空売り比率が高いところを狙って、ウォールストリートベッドが遊んでるっていう構図が再びという感じですね。ただ、面白いんですよね。この時期を狙ってきたっていうのは面白いですよね。CPI と FMC の手前で、どうせこう、機関投資家が動かないだろうっていう時期に、まあ、やってきたんだろうなって感じがあります。あの、これも完全に1月と同じ展開で、あの、ウォールストリートベッティングがね、こうやってる時っていうのは、まあ、必ず下がるので、必ず下がるので、 あの基本的には触らない方がいいと思います、うん。ゼロサムゲームにはなってると思うので、あのー、基本的にはね、下がるのでね、あのー、触,る触るのであれば、レディットとかしっかり読んで、最新の情報をレディットで、ね、読んで、まあ、次これを買うか、あれを買うかっていうのをレディットちゃんと調べてね、あのやる方がいいと思うんですけども、生半可では絶対触らない方がいいかなと思います、これにはね、やけどすると思います。 まあ例えば、消費者物価指数で悪いデータが出たりとかすると、もう真っ逆さまの可能性はあると思うので、触らない方がいいかなと思います。まあ、S&P は高値でもみもみっていう感じで、特に動きがないなという感じで、やっぱどこもかしこもインフレが気になりますね、FOMC が気になりますねっていう感じで、でやっぱ FOMC が、やっぱ今回、16日でテーパリングの議論を開始するっていう話が出るよねっていう話がやっぱ出てきてますよね。うん なんでこの CPI と FOMC が抜けるまでは投資家っていうのは基本的に動きにくいんだろうなって思います。で、まあ、どっかのアナリストのコメントなんですけども、あのー、U.S. stocks have largely been stuck in a range since mid-April and doesn't seem likely to be breaking out anytime soon って言ってんで、ね、まあ4月からね、レンジで動いてて、 あの、まあ、ブレイクアウトしないですよねっていうふうに書いてあるんですよね。まあ、すぐにはブレイクアウトしないでしょうねっていう、ま、コメントも残してます。まあ、ダウ系はそうじゃないかなと思うけどね、割高だから。うん。まあ、ここでコメント一つするならば、まあ、7月系でブレイクアウトしていくのは多分メガキャップ系たちだと思います。うん。例えばアマゾンとかって最近全然株価上がってないじゃないですか。でも EPS 更新すると思うので、まあ、今より株価上がっていくこと考えられますし。うん、ま、ナスダック系はね、 ちょっとこの7月の決算で上がっていくんじゃないかなと私は思ってます。まあ、あとね、一応まあ、あのー、今後の注目ニュースの一つとして CDC、まああの、このなんだっけ、あの、失病、なんか、まあ病気のコントロールセンターみたいなところですよね。が、あのー、いくつかの国の渡航制限をレベルを下げました。 まあ日本とかレベル4になったんですけど、レベル3になったりとか、他にも今回多く60カ国ぐらいだったかな、レベル3になったっていうふうにどっかで記事で見ましたっていうのです。<laughs> なんで、まあ一つこれ喜ばしいニュースとしては、まあオリンピックに行きやすくなったよねって話で、まあ一応海外から見た日本っていうのは、まあ一応それなりにワクチンさえ打ってれば安全な国だよっていうことはまあ認められてるみたいですね。で、合わせて右のニュースと一緒なんですけども、あのヨーロッパもね、なんかなく苦しんできたので、 もう夏までにはやっぱその夏休みの旅行者っていうのはなんとか獲得したいっていうことで、基本的にアメリカとヨーロッパでは、あの、ワクチンさえ打ってれば、あの、旅行を開始しようっていう動きにはなってきてます。なんでね、まあ、欧米っていう世界ではもうやっぱ、もうワクチンっていうかコロナを解決しきって、もうあの、お互いの国ね、あの、行き来しましょうみたいな感じで、まあ、これらを受けてね、今日ちょっと航空株が上がってるっていうのはあります。うん。ね。 ヨーロッパはね、お互いを受け入れ合うんですよね、うん。アメリカから日本って今ね、もうなんか入国に5時間ぐらいかかるという話もあってね、本当に、はあ、時代錯誤だなって感じがしますけどね。うん、もう日本もアメリカとかから見たらおかしいですけどね、完全に。うん、とは思いますけどね。まあいいや。はい。 で、今日もう一つ細かいニュースですけファストリーが障害がありまして、いろんなウェブページが止まりました。まあ、日経ウェブサイトとか、ウォール・ストリート・ジャーナルだったっけなあと、とか、なんかイギリスの,の政府のページも止まっちゃったりとかしてて、まあ、世界はファストリーによって支えられたんだなーってことで10、10%株価が上がったみたいです。普通下がるだろうっていうところなんですけども、うん、株価って本当わかんないですね。うん だファーストリーの決算は別に特にめちゃくちゃ素晴らしいってわけでもないので、別にここからぐんぐんぐんと上がる感じでもないと思いますけども、まあ決算がね、良くなればね、ファーストリーの技術自体は素晴らしいと思うので、決戦が良くなればね、またね、いつか入っていくタイミングを見たいなとは思ってはいます。はい。で、主要決算で今日は UI パスしかないんですけども、UI パスをちょっと見ていこうかなと思うんですけども、まあ UI パスっていうのは、まあ、えっ、ー、と、いつぐらいだっけ ?3 月か4月ぐらいに IPO した会社で、まあ、あの、おもあの、AI を使った、 あの業務改善でいいのかな、あのあ s a ー s プラットフォーム、私、そこまで詳しくないんでね、ちょっと AI を使って業務改善っていうところまでコメントとどめておきますけども、あの結構ね、売上成長高いんですよね、YY64% とか、うん、なんで期待はされてたんですけども、きょうの決算見る限りは一応、ギャップ EPS は予想クリア、売上も186ミリオンで YY64% で、17ミリオンオーバーしてるってことなんでね、基本的にはいいんですけど。 まあ、株価は時間外でマイナス7%。まあ、ただね、PSR4X で56ですからね。まあ、あの、ドキュサインがね、20だったことを考えれば、ドキュサインなんてね、20で y 弱いえー、っと、50いくつですからね。うん、まあ、そりゃドキュサインだわって感じしますけどもね、うん。しかも、ガイダンスが、こっち行きますけども、ガイダンスが、 今回の売り上げが186ミリで、ガイダンスが183になるって。うん、やっぱ SARS モデルで売り上げが下がるって、ちょっと私どういうことなのかちょっとよくわかんないんだよな。契約したタイミングとかなんですかね。こっからも下がると。ARR は上がってるからね。年間見込み売上がは上がってるからね。これちょっとどういうことなんだろうっていうのはちょっといまいち理解できないですけどもね。うん。ただ、えー、っと、ガイダンス最初予想を超えてると。うん、ということなんですけども。 まあ、56は支えられないですよね、この決算じゃ。うん、あの u i パスね、ただの顧客継続率が140%ぐらいだったかな、非常に高いので、まあ、この銘柄もねかなり長い間苦しむとは思います。もう本当、それこそ1年ぐらい苦しむと思うんですけども、まあ、1年間苦しんだ上でね、決算がまだこのまま好調だったら、非常にあのいい銘柄だと思うので、ね、引き続き見ていけばいいんじゃないかなと、銘柄自体はいいです、銘柄自体は。非常にいい会社です。うん いい会社だと思います。で、やってるビジネス自体も、まあ、なかなか、あの、もうちょっと見なきゃいけないですけどもね、あの、いろいろ見たんですけど、今後もね、ちゃんとその需要ありそうなビジネスやってるんで、まあ、基本的にはいいと思います。はい。今週の決算、あと、まあ、明日、まあ、ゲームストップ、まあ、見ないけどね、まあ、そんなところかな。まあ、決算あの、落ち着いてきましたね。はい。まあ、その他いろいろなんですけども、まあ、消費者物価指数があって、FOMC があって、 まあ、機関投資家も多くの一般投資家も今ってまあまああ様子見してるよねっていうことだと思います。まあ、この FMC 前後でね、まあないろいろ緊張感が解けてきたら、まあ、動き出すのかなと思います、上にも下にも。で特に7月20日ぐらいからねガファムの決算があるので、ガファム EPS いいことが想定されるんでね、まあ、そこに向けてねあのー、株価上げていくとは思います、ちょっとね EPS 分,、e、分だけ。うん EPS 分だけ上げていくと思います。なんで私はまあこの本当にいろいろイベントがあってまあどっかでやっぱギクシャクするタイミング来るかなと思ってるのでまあ来たら少なくとも9キ,キ,キュは入れていこうかなとは考えてます。少なくともね。それ以外では、うん、ビジネスサーズをちょっと選ばまあドキュサインが下がってくれればラッキーですけどもねビジネスサーズを他いくつか選ぶかなって感じですかねいろいろ決算見てるんですけどどういもねなんか、うん うんって感じがしないですよね。うん、まあ、強いて言うなら、グローイングジェネレーション、GRWG をちょっと気にはしてます。はい。あの、見そぎが終わった銘柄の話をいっぱいしてると思うんですけども、まあ、ペロトン。ペロトンはね、ちょっとガイダンスがそんな強くないんで、今、一旦見送りですけども、やっぱ、あの、リコールが結構大変みたいで。えー、っと、ドキさんはすごくいい。うん。だいぶ株価上がりすぎちゃってる。 となってくると次、グローイングジェネレーションとかはいいかもなとっていうふうに今見始めてます。スクエアはちょっとよくわかんないですね。うん。決算はいいけどね、あそこのが割高かかりやすかっていうのはちょっとよくわかんないですよね。まあ、その辺の話とかはまた今後できたらいいなっていうふうに思ってます。まあ、所感まあ、一部小型株価を踊ってるだけで、対局的には非常に様子見です。あの、それはもう間違えちゃいけないと思います。あの、なんか、株価上がってる、ハイグル上がってるとか、爆撃みたいなのこれ聞こえるかもしれないですけど、対局的にはこれ様子見をしてます、みんな。うん。 なので、まあ、CPI f o 指示次第で、ね、上にも下にもっていう展開だとは思うので、あの非常に触れづらいので、今、本当、休むも相場なりだと思います。基本的に多くの方はこれ、様子見していると思います。まあ、1月の、ね、ダウォールストリートベッティングの、ね、結末は、まあ、いろんなそのロビンフットとかいろんなところが取引停止とかして、ね、あの株価を支えきれなくなって、まあ、その質は多く出したのが、まあ、1月末のウォルストベッティングです。 まあ2月のね株価を大下落の直前でしたよね。 まあなんで今のパンプリは乗らない方が無難かなと思います。これはやけどすると思いますので、非常にレジットをちゃんと見て、しっかりやる以外の方は乗らない方がいいと思います。FM 仕上きぐらい、ね、分かりやすくなると思いますけどもね。まあ、基本的に999とかメガキャップ中心のマーケットになるとは思っているので、少なくとも999は入れていきますが、それ以外は、ね、何入れていこうかというのは今ちょっと悩んでますね。ハイグロの本格回復はまだまだ早いかなとは思っています。999ないしは WCLD かっていうか、そんな感じですかね。 はい、というわけでね、今日ちょっと15分で寝ましたけどもね、こちら引き続きサポートいただければ嬉しいですというわけで、えー、WSB 踊る、えー、クローブプラス85%、対局は様子見相場、動くない風物し前後でね、内容をお届けしました。ちょっとね、しばらく動かない相場になってますけどもね、まあ、ニュースはね、淡々と上げていこうかなと思うんでね、引き続き応援いただけたら嬉しいです。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。